あえちゃんです。とりあえず、まあね、ちょっと時間の兼ね合いで、まあちょっと使用感だけどんな感じか見ていこうかなって感じですね。まあ一応、やりたいのはあるんですけども、ちょっとあえちゃんの仕事のお都合で、ちょっと全然できる感じじゃないんで、まあ通帳とか見ていこうか。まあこんな感じね。これで連打がいいよね。これが連打がついてるから、これで火力簡単に上がっていくって感じですね。これいいっすよね。もう火力だいぶ上がってるんで。で、スキル打ってみましょうか。これ、無敵で、ゲッターモード。あ、スネークマンだ。あ、なんか、あれ、なんか、ちょっと、あれより、ちょっと、伸びがいい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 、スネークマン。待って、この伸び、よくね？で、スキルには、ドン！おぉ！早っ！待って、スキルにめっちゃ早かったぞ、今。待って、結構いいぞ。待って、いいぞ。で、これで、モードを解除して、で、スキル2で、これで、いいね。で、スキル2で、これがあるぞ。あ、待って、全然違うわ。普通のギアホースと違うわ。うわ、待って、ギアホースと違って、動きやすい。待って、結構いいよ、これ。なるほど。あ、面白いわ。で、これでまた解除していくと。あ、結構面白いですね。で、ドーンと。ちょっとスキル遅い感じはするけど、これいいなぁ。あ、結構ゲッターにも変えられるし、両方使えるっていうのが、結構面白いのかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、使用感だけなんで、もうすぐ終わっちゃうんですけども、皆さん、近々ね、まあ、レベル80を上げていきたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。またな！